最初できてきた。これね、いや違う違う。今週の輝きさん。今週の輝きさんは農家民宿を営む高橋さんご夫妻、そしてリポーターは、おはようございます、イヤのパンです。今朝は佐用町にやってきました。なんとご夫婦で農家民宿というのを営んでいる高橋さんという方がいらっしゃるそうです。その方に会いに行きましょう。どんな方やろ。のどかで自然あふれる山あいの里、佐用町。空気も美味しいんでしょうね。すごいなんか坂登ってきてますけど。あ、ここかな。ここかもしれない。あ、見て。農家民宿三ツ山の里。こんにちは。失礼します。あ、どうもどうも。高橋さん、はい、そうです、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いや、ちょいやー、探しました。あ、そうですか。あんま口看板ないんで ね、 ね、これしかないから近くまで今度わからないよ ね、 ね。農家民宿って実は知らないんですけど、はいはい、一体どういったものを農家民宿って言うんですか。ですね、まず農家の人が実際に住んでいて、はい、そのお家に、はい、泊まると、そういう、はい、そういうことだそうです。あー、なんかハイゴレのように。まあ、いや、来たこれです。いや、違う、ハイゴレではございません。そうだ、あなたは受けならととないそうだ。高橋さん、ご夫妻でいらっしゃいます。入ったな。いや、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こういうあの自由なスタイルでやられている , 笑わないで。いや、もう笑いますよ、そんな。何よりも明るいですね。それはトレーかな。そうですね、はい、どうですか、農家民宿っていうのはやられて楽しいもんなんですか。普通では出会えないけど、来てくださる人と私らが出会わせていただいてるっていうか、うんうん、晩ご飯一緒に食べるんです、高橋さんと。え、嫌ですか。いやではないですけど、やっぱちょっと抵抗あるかな。えないんですか。ない。高橋さん夫妻が農家民宿三ツ山の里を始めたのは去年9月。築100年を超える古民家を改修した1日1組限定のお宿です。どんな方が来られるんですか。いや、いろんな方ですね。県外からも来られたりとか来ます。はい、で一緒にまあ収穫しに行ってそれを食べたりとか。あ、いいですね、はいはい、いいですね、はい。この日実はちょっとお天気が怪しかったんです。雨降る可能性もあるし、外で楽しみたいっていう方だったんで、うんうん、ちょっとキャンセルになっちゃって残念ながら。残念ながら、はい、別の日にお客さんが来られたのでその様子を。西宮市からやってきたご夫婦です。なんだか親戚の家に来たみたい。到着したのが夕方だったので早速。今キュウリの味出します。わー、大きい。いい色してますやんか。佐用町には何回も星を見に来ているというこちらのお客さん、農家民宿に泊まるのは初めてだそうです。もうこの周囲の景色といい、建物といいね、もうなんかこう子供の頃に戻ったような。すごい落ち着きます。夕食の献立は秀明さんが腕によりをかけた自家栽培の野菜料理がいっぱい。おしゃべりしながら4人で楽しく夕食タイム。6年前からこの古民家に住み始めた高橋さん夫妻、農業を営みながら建物の傷みを少しずつ改修してきました。日々の生活、高橋さん楽しいですか。あ、もうなんかそうですね、まあ、忙しいですけどね、
忙しい、うん、忙しい、なんやかんやと田舎の方が忙しい。大阪市内から引っ越してきたけど。あ、大阪から引っ越した。そうです、そうです。大阪市内にいてて、はい、で大阪で仕事もしてて、はい、で田舎暮らしがしたいからここに来たんですけど、なんかのんびりしたいから I ターンしたはずちゃうんですか。のんびりまでは思ってないけど、はい、この空気の中に毎日入れるっていうのはものすごい幸せで、田舎に移住して住んで住もうっていう人って割と面白い人が多くて、まあそういう人がね何人かこう周りにもいてはったりとか、はいはい、わかります。あ、私わかります。すんません。はい、でもまあそう、楽しんではるな。高橋さんは民宿だけでなく一月に1回イベントを開催しています。そこに矢野パンも参加させてもらうことに。やってきたのは高橋さんの畑。常時どれぐらい野菜ってやってはるんですか。まあ、大体25種類ぐらいかな。畑のこだわりみたいなのは何なんですか。まずあの肥料をやらない。それよりも土の中にいる微生物をの種類と量を増やして、その人たちにこう仕事をしてもらおうと、はあ、今日は月一やってますとっておきの畑時間っていう、みんなで自由に畑に入ってその時にやれることをして楽しみましょう。はい。毎月 Facebook で募集しているイベントで、この日はプチトマトのお世話と収穫をします。ほら見て、春これ綺麗。これも綺麗やね。この子たち取ってあげて。たわわになってますやん、うん、ほらよいしょ、はい、うわあ、ほら見て、こっちもあるわ。あ、ほんま、いい感じ。やっていいよ。え、さっきトマトのワークしようか、うん、トマトのワーク一体何でしょうか。じゃあこの中からみんな1個、この子を私に食べてほしい言ってるわっていう1個と出会ってください。ちょっと目を閉じてみようか。みんなね、今トマトやと思ってくれる。自分がトマトも種やった頃があるよね。そしてちっちゃな苗になって葉っぱを出してニョキニョキと大きくなっていってくれる。こうやってトマトを食べるのは大地が持つ力など、自然から何かを感じ取ってほしいという思いから。いつもこんな感じで何かやってるんです。何かはその時の収穫、前人参やったな。自由に入れる畑はなかったりするけど、はあ、まあ、私らはそのフィールドあるので土の上の時間をね過ごしてほしいっていう思いからやってて、うん、畑で昼食の予定でしたが雨が降りそうなので民宿に移動することに。羽釜ご飯とお吸い物は高橋さんが用意。おかずは各自が一品ずつ持ち寄りました。どうですか、参加してみて。楽しい。この年になって楽しいことに見つかってっていう感じは。作業は夕方まで続きます。午後からはらっきょうの皮を剥いて塩漬けにします。姉さんから見て、うん、高橋ご夫妻はどんな人ですか。不思議な人たち。不思議な人。あんたに言われたらいい。あんた不思議だね。どういう意味で不思議なんですか。褒め言葉の方ですか。悪口の方ですか。いや、悪口じゃなくて褒め言葉で素で関わってくれるっていう感じで、その偏見とか全然ないし、嘘ないですもんね。そう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 、ね、そうやって嬉しいな。うちの田舎こんなおっちゃんおばちゃんおったなってなんとなく懐かしい気持ちになるんですよ。原風景みたいな。何の原風景。田舎の原。これから、あ、これから ね、 ね、うん、どういった目標であったり、そのまあ展望、この豊か な、 なんか自然の中でいただいたものを何か活用するとかも一つだし、うん、他の生き物の姿を見て言葉じゃなくて感じることをこう、うん、ここでなんかしてほしいなって思ってて、あの若い子、若い方ってね、いろいろ年はいろいろあるんだけど、20代30代とかね、そういう子らと一緒にね、これからここで暮らしながら生活を作っていけたらいいなと思ってて、要は村も作るみたいな。わかります、村、高橋村。いやいや、そんな大層な村じゃないんだけどね。いや、
今日は一日めちゃめちゃ楽しかったです。高橋さんご夫妻ね、本当にね、面白い方でしたよね。皆さんが自然といい笑顔あふれ出てる、そんな感じが僕すごく印象的でした。農家民宿をしつつ豊かな自然の素晴らしさを人々に伝える高橋ご夫妻、とっても輝いてました。はい、いや、よかった。豊岡市の風情ある城下町、伊豆市町。伊豆市といえば伊豆市さらそば。伊豆市焼きの小皿にそばを盛り付け、5皿1組を1人前とするのが特徴です。伊豆市そばの歴史は古く、今からおよそ300年前の江戸時代中期に信州のお殿様と共に伊豆市にやってきた蕎麦職人によって伝えられたと言われています。今では町におよそ50軒もの蕎麦屋が並んでいます。そんな伊豆市さらそばをお得に食べ歩くことができるってご存知ですか？これがヒントだとか。なんだろう、伊豆市観光センターに行けばわかるということで。こんにちは、それ何ですか？さらそば巾着セットです。それでお得に食べ歩きができるの？通常おそばを注文されますと1人前5皿出てくるんですけれども、こちらはコイン1枚で3皿出てきまして、3店舗巡っていただいて合計お一人様9皿ですね、召し上がっていただくことができます。伊豆市さらそば巡り心得一つ、注文前に巾着の提示一つ、英訳通報はシェア5ハット一つ、ご利用は1件につき1枚では、さらそば巾着セットを持っていざ出発。まずやってきたのは創業50年を超えるそば匠。どんなおそばが出てくるのかな。はい、すいません、お待たせしました。さらそば巡り1人前になります。あー、おいしそう。このおそばのこだわりを知りたい。ねえねえ、教えて。引き立て、打ち立て、湯がき立ての、もう本当伊豆市そばの伝統を継承したおそばになっておりますし、引きぐるみといって当店ではそばの柄の入ったそば粉をブレンドさせていただいて二八そばで仕上げたおそばとなっております。皮が入ってちょっと黒みがかったおそばにもなりますし、本当そばの風味と甘みとか、ブレンドさせていただくことによってしっかりと味わっていただけるかなとは思っております。ごちそうさまでした。お支払いはこれで。残りは2枚。次にやってきたのはお屋敷のような店構えのジンベエ。中は落ち着いた雰囲気でいいですね。どの席からも美しいお庭が見えます。で、こちらのお蕎麦はどんなこだわりが？国産の蕎麦粉を使ってるんですけれども、時期によって多少つなぎは変わりますけど、基本的には二八の美味しい蕎麦を提供させてもらってます。秘伝の返しがありまして、独自の濃縮したエキスみたいなものがあって、みりんとか醤油とかね、他にもいろんなものを使うんですけども、それだけは守らないと蕎麦屋が保てないって言われるぐらい、返しは本当に大事なものなんです。その作り方はもう一子相伝というところですね。わー、来た来た、ワクワクするな。こちらのお店では昔ながらの食べ方をおすすめしているんだとか。では早速いただきます。実はこんな風に薬味とそばつゆをお皿に直接かけるのが伊豆市さらそば本来の食べ方なんですって。これは知らなかったな。
またいろんな薬味がある中でも卵はうずらじゃなく大きな鶏のものを使うんです。これも伊豆市サラそばの特徴。ごちそうさまでした。ありがとうございます。さて残りは1枚。3軒目は皆さんが伊豆市に来て選んでください。伊豆市にはまだまだたくさんの蕎麦屋があり、その店ならではの皿そばを味わうことができます。お盆はちょっと混んじゃうのでお盆明けが狙い目かも。はあ、バタン、何書いてるの？ん？何何？お、絵日記だね。それも自分が主役の。あ、そっか、夏休みの宿題なんだね。教えて兵庫。おはようございます、橋本雅子です。今日は丹波篠山市の木の駅に来ています。ん？木の駅って？道の駅なら聞いたことあるんですが。そうですよね、道の駅みたいに地域の物産が売ってるわけじゃないですし、そして観光案内ブースがあるわけでもないですよね。じゃあ木の駅って何？うん、あちらの方に作業されてる方がいらっしゃるのでちょっと聞いてみましょう。おはようございます。高橋さんでいらっしゃいますか？そうです。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。初めまして。木の駅って初めて来たんですけど、はい、木の駅って一体何なんですか？山の木を切って軽トラックでここの木の駅と呼ばれるヤードに持ってきてもらうと、地域通貨券と交換して今までお金にならなかった木がお金になる場所。なぜこの木の駅っていうのができたんですか？何言ってたやろ、まあ一回山入ってもらいましょうか。どんなになってるか。あ、はい、現場を見ると分かるということで山の中へ。よいしょ。うわ、足元悪いので気をつけてください。はい、分かりました。はい、おー、これです。うわー、ひどいことなってますね。これは30年7月の台風でこんだけの木が風に揺すられたこともあるんですけど、木が流れ落ちるんですよね。うわ、結局その山の土がその保水力が低下したり、いろんな木が生えてないがゆえに風が吹いたり雨が降ったりするともう表土が流れやすくなってしまってるんですか。土台がしっかりしてないということですか、根っこが。だから私どもやるべきことは、まず間伐とかを進めていって山の保水性や安全性を高めるっていうことやね、防災の観点やね。大切な間伐ですが実際はなかなか進んでいないそうなんです。そんな中、間伐をしている現場へ連れて行ってもらいました。そもそもね、なぜこの山に間伐が必要なの？間伐することっていうのが、もちろん木自身いろんな太さがあったり細さがあったりして、劣勢木って言われるちょっと成長が遅れた木、劣勢木、劣勢木いうのを切って、やはり日当たりを良くしなければ、山のいろんな草木が生えなければ山 の、 あの生物多様性っていうんですけど、多面的な有用性を保つために木を切るっていうことをしなければダメなんです。間伐した木は決められた長さにして先ほどの木の駅に持ち込みます。作業をしているメンバーは地域の方々を中心に100人以上もいるんだとか。2012年にスタートした丹波篠山木の駅プロジェクト、メンバー登録をしてそれぞれのペースで間伐などを行います。丹波篠山市内には木の駅が2カ所あって、間伐した木を持ち込めば軽トラック1台分およそ 350kg あたり2000円の地域通貨券、その名も里山券と引き換えることができます。こちらは地域のスーパーサンセブン食品部。
里山券を手にした皆さんが買い物に行くというので橋本さんもついてきちゃいました。こちらのように里山券を使える登録店は現在丹波篠山市内に23店舗もあるんだそうです。乾杯。作業お疲れ様でした。格別やね。本田さん実際にこうやってあの木の駅のねシステムだったり切り捨てだけじゃなくてやはりそれを有効的に使って我々の生活の中に取り込むということはいい試みだと思います。先ほども里山県使ったんですけども、大手のスーパーに行くわけではなくて地域のそのスーパーとか材料でいろんなチェーンソーを使ったりそういう工具の分も地域の金物屋さんとか道具屋さんに行くんで地域のスーパーさんにはいいですねって言っていただいてるし、間伐材を通してそこからうまくみんながもうなんか楽しくこう機嫌よこうね回っていくように循環して、で私たちも機嫌よこうやって昼間からね美味しくノンアルですけどいただけるというね。何やら高橋さんがこちらの方で作業されているということでお邪魔いたします。お邪魔いたします。いらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。今これ何の作業されてるんですか？これね、ペレットっていうその木の駅に集まってきた木を、はい、まあ、こういう形で木をですね粉砕して、はい、でそれを、また再造流という、まあ、粒々にするんですけど、持ち込まれた間伐材はほとんどがペレットになるんですが、多くの人々が木の良さを知り暮らしに取り入れてくれたらという思いから新しいものを作り始めているそうです。ペレット以外で何か作って貼るものがあったりとかするんですか？はい、そうですね、まあ、小さいことですけど割り箸なんかをほんまのおもてなしっていうんですか、インバウンドで観光に来られる方を心からおもてなしをするのに割り箸とかをね作って、ほんで未来へのこう私たちの思いを橋渡しみたいな形で、うまいこと言いました。いや、とかしたいなとか思ってますし、あと、山の中にあるその木としての利用もそうなんですけど、枝とか葉っぱとかそういう多様なねメリットあるものを都市部の方に知ってもらうということで販売する八百材料というのを作りました。こちらはユニークな木工キットクデジュー。生活の中で木を身近に感じその大切さを再確認してほしいと高橋さんは考えています。山の木を使ってもらって私たち その林業として、こうみんながもうこれを林業やりたいわ、林業儲かるらしいっていうね魅力ある仕事の位置づけにしたいなと思っています。木の駅ってとってもユニークな活動でしたね。山や森を守る上でとっても大切という感じがいたしました。そしてもう一つ山や森にまつわるユニークな活動があるということでやってきたのがこちら篠山チルドレンズミュージアム。子どもたちをはじめいろんな世代に木の良さを体感してもらい木材を利用してもらうこと、そして森林の環境に意識を寄せてもらうこと、そういった取り組みを木育というそうなんです。そんな木育につながるワークショップがこちらで行われているそうですよ。始まっていたのは親子木工教室。主催しているのは NPO 法人ナチュラルバックヤードファクトリーの代表足立真也さん。こういったワークショップが森や山を守るっていう活動につながるっていうのはどういうことなんでしょうか？普段の生活の中でこの木材を取り入れた生活をされてない方とかでしたらなかなかちょっと森に遠いと思うんですね。少しでも木に慣れ親しんでいただいたり木のことを知っていただいてちょっと興味を持っていただければもう少し深く考えていただけたりする方もいらっしゃるんじゃないかなということで、まあ、とっつきやすいって言いますか、そういうおもちゃ作りで広くアピールできたらなとは思ってやってます。なるほど。ねえねえ、これ作ったの？すごい。いい色を見せたね。はい、ちょっと
違う遊びができる。ちょっと見せて見せて。おおすごい。木のおもちゃは好きですか？好きな人手を挙げて。あーそっかー。わーすごいですね。これは木で作った戦艦かな？なにこれ？戦艦こういったワークショップどう思われますか？木って触れ合うことがほとんどないんで、ネコギリであったりとか、まあ、それつけて組み合わせ遊ぶっていうのはなかなか体験できない、まあ、いいと思います。この NPO 法人どういった活動されてるんでしょうか？木と子どもたちをつなぐっていう一番最初のきっかけ作りのお手伝いができたらなと思いながら、おもちゃ作りとかを一番メインとして活動してます、はい、皆さんに森の大切さ、はい、どんな風に伝えていきたいとお考えでしょうか？動物が生きていく上でどうしても必要なもの、はい、飲み物、食べ物、酸素、はい、このうち30分なくなると死んじゃうものって何ですか？酸素。そうなんです。その酸素を地球上で生み出せるものは植物か森林なんです。今のうちにきちんと元気な森を作るっていうことは将来の子どもたちのためにどうしても大事なことなんじゃないかなと思うので、でもそんなに大きな大したことは僕には全くできないので、ほんの入り口なんですけれども、興味を持ってもらえたらなと思っています。人が山の手入れをしないので、どんどん山が荒れて山崩れなどの自然災害が発生する。間伐を進めるためにも木の駅というのはとっても合理的なシステムだと思いました。木育についても小さな頃から森や木の大切さを学ぶことってとっても大事ですよね。そして人と自然が共存することの大切さを私は今日一日で少しだけ分かったような気がいたしました。今週はユニークな輝きさんご夫妻でしたね。そうそう、私お盆が明けたら伊豆市に行こうと思いました。サラそば食べたい。さて番組では兵庫の素敵スポットの写真を募集しています。ハッシュタグ兵庫発信をつけて SNS にアップしてください。今週のプレゼントは伊豆市そばを10人の方に。ご応募はハガキやファックス、番組のホームページから。締め切りは8月21日水曜必着です。兵庫発信のハッシュタグをつけて SNS に写真をアップしてくれた人にもプレゼントが当たるチャンスがあります。では暑さ対策をしっかりしてお盆をお過ごしください。